どうもこんばんばは、おチャンネルの森本です今日は7月の5日木曜日ですね。で明日ようやく初日と2日目のね取り組みが発表されると思うんですけども、まあ、横綱稀勢の里が8場所連続の休場ということが発表されました。 と、まあ、いうことでね各紙一気に、まあ、その稀勢の里のニュースを発表していました一回ちょっと記事をみんなで一緒に見てみてどんな状況かなっていうことを確認してみたいと思いますでその次にねツイッターで稀勢の里の球場が発表された後みんながどんなことを、まあ、言ってるのかなっていうのをちょっとまとめてみたので、まあ、それについても一緒に見ていって、まあ、みんなどんな印象を持ってるのかなっていうことを見ていきたいなっていうふうに思います でまあ、どれもね書いてあることは大体一緒なんですけども、まあ、朝日のこの記事を使ってみると稀勢、えーまあの里が名古屋場所に休場することが師匠の田子の浦親方が明かしたとで年6場所制になった1958年以来横綱としては貴乃花を上回るワースト記録になりましたっていうことですね。まあ、これも 結構有名な話ですよね。まあ、横進のね。北村さんですね。北村委員長っていう方が結構稀勢の里の対処は優しいなっていう印象を受けてます。結構横進っていうのはまあ、横綱の球場についてはこれまで厳しく言うことが多かったなっていうイメージなんですけども、もまあ、優しい対応とかまあ、柔軟な対応をされてるなっていう印象を受けました。 この北村さんっていう方がそういう方なのかもしれないですけどねで、まあ、北村さんとしては万全になってから出てきてほしい横綱あー名古屋場所の出場にこだわらない姿勢を示していたというふうに言われてますねで次が日刊の記事ですね、まあ、大体書いてあること一緒なんですけどちょっと日刊はね僕すごく良かったのが横綱の白鵬と鶴竜のコメントも書いてありました稀勢、まあの里も秋場所に全てをかけたいっていうふうに発言してるみたいなのでもこれは完全にね秋場所に まあ引退をかけた場所になるっていうことをもう自分は明言してるっていことと同じだなっていうふうに思いました白鵬は残念だっていうことでなんとなく気持ちはわかる状態は良いと思ってたので残念だっていうふうに話しています鶴竜はまあ悔しい思いだろうと休みたくない気持ちもあると思うし悔しい思いをしているだろう同じ経験をしたから頑張ってほしい私以上に苦しいかもしれないがストレスをためないように集中して自分の相撲を取り戻せるようにしてほしいっていうふうに、まあ、結構2人ともおおむね優しい まあ気持ちはわかるよっていうようなコメントを送ってくれてましたねはいで最後にねあの木勢の里の球場に対する Twitter、まあのみんなのね意見をちょっと見させてもらうことにしますなかなかねみんなねこう厳しい意見が多かったですねあの、はい、ま木、あ、勢の里名古屋場所球場大丈夫かなまあ、心配する声もありますし どれだけ球場をしても横綱の地位に居座れるっていう違和感しかない感じないのだが日本人力士ピークかなとかまあ、こういう意見が出てくるのも当然かなっていうふうには思いますよねはい、稀勢の差と急上かもう横綱に上がった時の力強さは見られんかもねでこれはもう本当に反対の意見ですねまあ、本音言いますっていうことで鉄ちのしんさんですかね鉄ちのしんさんは、まあ、照ノ富士を怪我させた張本人がぬくぬくと休み続け 怪我させられた照ノ富士は元大関でありながら幕下まで落ちて今なお戦っている甘えんじゃねえ怪我してなければ今頃稀勢の里より先に横綱になっていっただろう照ノ富士の存在があるからこそ余計に稀勢の里の休場が許せないです照ノ富士ファンからすると、まあ、そうやって言われるだろうなっていうのはもう気持ちは分かりますよねはいま稀、あ、勢の里また休場もう引退しろよとか稀勢の里もう引退勧告でいいんじゃねえ稀勢、まあの里体重増やす,すぎではっていうことで、まあ、結構これはねみんなも。 思思っていることだと思いますけど、ね、ちょっとの里が優勝した時は感動したと大騒ぎしておいて今の落とし方はないだろう横綱なんだから本人の意思に委ねマスコミは応援しながら復帰を待てばよいマスコミは騒ぐなとかですねあとは、まあ、そうですね稀勢の里さん相撲観が戻らないと言っているが衰えただけではたとえ相撲観が戻っても久々の本場所にド緊張して大負けしそう、うんまあ、こんな厳しい意見もありますね。横綱の里名古屋場所も 8連続休,場休んで全額給料をもらえるのは相撲界のみ余ったれるでなし早めの引退を願うばかり。 とといいいうコメントはありまますねねこれもちょっっ面白いなって思いました、ね、スーパーポジティブに考えてみるよ稀勢の里が8場所連続休場したことによってまあ白鵬や鶴竜が1年間休んでも誰も文句を言えなくなったということが東京オリンピックまで普通に頑張れるじゃんやったねっていうことですね、まあ、ちょっと今日はねあのそれぞれに対しての、まあ、僕の感想っていうのは置いといて、まあ、みんなこんなことを言ってるよっていうのをちょっと紹介したいなっていうふうに思います。キセの里にプライドががあるなら給料を返納した方がいいかも 結構みんなお金のことをすごく言ってる人もいますね。木勢の里が横綱昇進を果たしていなければ、まあ、大関から陥落して今頃引退していたでしょうと。で、広角のない横綱だからこそ、その教授を守るため、歴史生命を縮めて,てきたのが歴代横綱。まあ、広,角ない広角のない横綱の地位に延命され続ける現状はいかがなものかと言われてますね。それからちょっと今度はいい意見ですね。 の球場、正直ほっとしましまた。賢明な判断です。横綱として8場所連続のワースト記録になりますがまあ、外野の批判や雑音などは気にしないでほしい体のケアにケアを配り夏巡業で十分な稽古を積んで万全な準備に仕上げて身体のかかる秋場所に臨んでほしい復活信じてて待ってます。それからこれもねちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。 まあ、今日の3番相撲は実際のところ白鵬が圧倒して終わりました、まあ、あの白鵬との稽古の時の状況を見られた方ですね個人的な考えですがキセノの里と稽古したことを白鵬が動画じゃなくってねツイートやインスタに載せたところに、まあ、キセノの里に対する気遣いというか敬意を感じますということで、まあ、同じ横綱としてそういう部分に敬意を払ったんではないのかっていうことを言われていますねで最後ですねこれ 裏、えー、は前頭上位から5場所連続休場で三段目に降格照ノ富士は大関から6場所連続で途中休場から負け越しがあり幕下に陥落稀勢の里は横綱で優勝してから7場所連続休場の後に8場所連続休場を発表もし横綱になってなかったら幕下役で取り組みしたのかなそれとも引退していたのかな、まあ、っていうことでねあの一と通り ま、ツイート、皆さんのね稀勢の里に対するツイートっていうのを、まあ、一緒に見てみましたでこれはね僕がねこう恣意的に何かこういうツイートを選ぼうって思ったわけじゃなくてまあ本当にあにツイッターで検索をすると、まあ、人気のツイートっていうのと、まあ、最新のツイートっていうのが2つ選べるところがあると思うんですけど、まあ、両方見ましたでまあ人気のツイートももちろん見ましたし最新のツイートっていうのでまあ現時点から稀勢の里の 救助が発表された時まで遡ってその中からまあ順番にまあ重複してあまりにも同じ人のやつはねちょっとこう省いたりとかしたんですけどまあ基本まあそのことに書いてある人のものについてはまあピックアップしていきましたなんでまあ特段ねいいツイートだけを選ぼうとか悪いツイートだけを選ぼうっていう風に思ったわけではないんですけどまあ正直見た感想としては批判的なねツイートの方が多かったなっていう印象は受けましたまあもちろんねここでこでう きせの里の8場所連続球場に対していい意見を言うっていう人もうかなりねきせ、まあの里びいきをしてる人が多いんじゃないのかなと思うのでまあ悪い意見が多くなるっていうのは仕方がない部分もあるのかなとは思いました、まあ、ひとまず今日はきせの里の球場についてまあ個人的な意見と、まあ、みんながどういうふうに思ってるかっていうことについて動画にしてみました、まあ、場所中はね結構ライブもやることがあると思うんで、まあ、おすすめの力士とかいろいろねみんなの知ってる情報みたいなやつも まあ、チャンネルの中でね、共有してもらえると楽しいなっていうふうに思ってます。じゃあいよいよ待ったなしの状況になってきてますけど、また楽しい取り組みがね、たくさん見られると嬉しいなっていうふうに思います。はい。じゃあ今日もこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。